皆さんこんにちは、ムチョと申します。ユニコーンライオンがですね、宝塚記念2着になりまして、獲得賞金が1億7809万円になりました。話題になった募集額2億円をですね、ついに回収しそうな予感がしております。というかですね、結構私はプラス収支になる可能性は十分あるかなと思っておりますね。というのもですね、まあもちろん現5歳、まあ今がね全盛期というくらいで、決して早熟ではなかったと。まあ秋も中長距離芝でですね、重賞 G1 を沸かせてくれるでしょうし、もちろんその現役時代での賞金で2億円超えっていうのも、まあ大いに可能性あると思います。まあ改めてこうやって戦績見てみるとですね、たった5月から6月後半までの2ヶ月以内の間にとんでもないね偉業を成し遂げてますよね。1年弱お休みした後の今年初戦は3勝クラス条件戦で215倍だったわけですよね。この馬が約2ヶ月後には G1 で2着に来るっていうのはね、まあ簡単には予想できないですよ。この2ヶ月弱で1億超えのね賞金を稼いでるわけですから、まあやはりねとんでもない馬だなと思いますよね。じゃあちょっと戻りまして、私が現役時と言ったのは、本馬は勝馬入りっていう可能性も大いにあるんじゃないかなと私は読んでるんですよね。というのも、まあ、この募集額2億円っていうのはやはりそこも将来的に考えての高額設定だったと私は思うんですよね。本馬の成り立ちっていうのを考えた時に、もちろん馬体が良かった等もあるんですけれども、血統がねとんでもなく良血ですよね。ただこれが日本の馬場で合ってるかどうかが、まあ、やってみないとわからなかったということで、まあ、なかなかね50万円という金額出せなかったという方は多いと思うんですが、これがねもう現役時にあれだけ走るっていうのが分かったとなれば、もうこれだけのね良血全然需要あると思いますね。まあ矢作さんがねもともとは気に入って持ってきた馬になるんですけれども、その競りの時の相手っていうのが、あのね世界1、2を争うクールモアグループとの戦いだったわけですよ。まあそれだけね世界が認める良血であるのが本馬なんですよね。まあ特にねヨーロッパなんかは種馬ビジネスでビジネスを考えてるっていうところを日本以上にねあると思いますしね、レースの賞金っていう意味では日本の方が全体的に見れば高いところありますよね。ということでちょっとここからはですね、ユニコーンライオンの種馬入りを見据えてですね、まあ勝手なんですけれども、まあ血統背景っていうのをちょっと改めてね素晴らしいのかっていうのを見ていただきたいと思っております。まずはですね、兄に現役時 G1 を勝った馬、そして種馬としても G1 を勝つ産駒が出ているザワウシグナルという馬がいますよね。全兄弟ではなくてですね、父自体はスターズパンクルドバナーというね、まあこちらも成功している馬ではあるんですけれども、もうねお先に種馬入りして成功している兄がいると、まあ、前の動画でも話したんですけれども、まあ、こちらの兄はですね、ヨーロッパの G1 モルニ賞芝 1200m の勝ち馬ということでね、弟であるユニコーンライオンがこれまた短距離傾向に出ていたら種馬入りの話っていうのももしかしたらね日本だと変わってきたかもなっていうのは私は正直あるんですよね。どうしてもねヨーロッパよりも日本はこうクラシックの距離、それこそ芝のね中距離をこなせる馬っていうのが勝馬として評価されているのは明らかだと思います。まあこれをですね矢作さんが意図してこうこの距離で使っていったのか、まあ、もしくはその馬自身血統だけではない適性っていうのを見定めてこの距離を使ったのかは、まあ、定かではないんですけれども、まあ、勝馬入りした時にっていうのも、まあ、私はなくはないのかなと思うんですよね。ちなみに父であるノーネイネバーという馬もですね、同じくモルニ賞の勝ち馬、まあ、やはりね短距離の重賞 G1 を勝った馬でしたので、まあ、ここからですねユニコーンライオンが血統背景だけで見るならね中長距離で G1 でも頑張っているっていうのはね、まあ、相当にすごいことだとわかると思います。とはいえですね、ヨーロッパでいうと短距離の G1 馬っていうのが種馬として大きく成功していたり評価されやすいっていうのは日本以上にあるのは私的には間違いないと思ってて、まあ、それもあってねクールモアグループも当然ながら欲しい一頭だったわけですよね。これが仮に日本のセレクトセールで日本の関係者だけで競り合ったら、まあさすがに2億の募集にはならなかったのかなとは私は思ってます。ということでその血統背景を改めて見たところで、ユニコーンライオンが種馬入り、そして
需要があると思う理由語っていきます。まずは先ほどのねザワウシグナルがもうすでにフランスの千ギニオかつ産駒を種馬として出していて、そして父のノーネイネバーもユニコーンライオン以外でもヨーロッパの G1 馬をすでに出していて、そしてなんといってもノーネイネバーの父がスキャットダディと、まあ私的にはここが一番大きいポイントかなと思うところですね。スキャットダディといえばね、日本でもミスターメロディという G1 馬出してますけれども、すでにね種馬としての高い評価を受けております。高松の宮記念一勝、まあダートもね上位クラスで争える力の適性も評価されたのか、初年度からね100万円と、これはですね優秀スタリオンステーションの中でも結構な高額に当たるんですよね。まあ先ほども言ったように芝のね中長距離が評価されやすい日本の競馬界で、ミッキーロケットや今をときめくねシルバーステートの初年度なんかよりも高く評価されているタイム付け量っていうのを見るとね、やはりこのスキャットダディの血っていうのが日本でも評価されているのを感じますよね。まあそれこそですね、もう世界っていう面で見るならもうスキャットダディはとんでもないねシュバーになってるわけですよね。まあこれだけの G1 馬がいて、特にアメリカではねジャスティファイというクラシック3冠馬も出ているわけですよ。あとはメンデルスゾーンもね、UAE ダービーでのあのそんでもない勝ちっぷりっていうのは日本でもね話題になりましたし、この2頭の血っていうのをですね初年度産駒早速ノーザンファームや日本の関係者が相当に評価して輸入してる産駒が募集されたりもしてますよね。まあ今考えるとですね、このスキャットダニーの父ヨハネスブルグも日本で種付けしてたんですよね。まあもちろんね重賞馬数多く出てましたが、まあただこの当時はこの地に正直力を入れてなかった部分はあるのかなって思ってますよね。これがそれこそ車大スタリオンで、まあ、すごいね繁殖つけられていたら、まあ、日本でもねとんでもない産駒出ていた可能性はあったと思います。実際に日本でのね繁殖の質に対する AI っていうのはかなり高いものがあったんですけれども、ただね今も日本にはいるはいるんですが、年齢っていうこともあるのか近3年はかなり受胎率が低いっていうことになってますね。種付け頭数19年なんかは21頭種付けして1頭しか生産されてないと、まあ時すでにお寿司といったところでしょうかね。まあ、もしかしたらアメリカ等からねヨハネスブルグ戻してくれっていう声もねあるくらいの実績出してますからね。ということでね、これだけもう周りにですね現役時は当然ながら種馬としてもヨーロッパアメリカ世界中でですね成功した馬ばかりが揃っているこのユニコーンライオンなわけですよね。この馬が日本で成功するかどうかっていうのはもちろんやってみないとわからない部分っていうのはあるんですけれども、ヨハネスブルグの日本での活躍だったりスキャットダディの声のね今の期待感っていうのを見てると需要はだいぶ私はあるんじゃないかなと思いますね。むしろこれがヨーロッパとか、まあ、世界でですね種馬としてなっていたら、まあ、それこそこの父系にふさわしい種馬にすでになっていた可能性はあると思いますね。まあさすがにですね現時点では重賞1勝 G1 2着が1回ということで、血統がねどれだけ評価されたとしても、まあ、車大スタリオンとかねトップのところになるとどうかなとは思うんですけれども、まあ、もしかしたら現時点の成績だけであってもどこかしらのスタリオンでのスタッドイン自体は可能なのかなと。それでも需要があるくらいの血統と、まあ、日本馬場に適性っていうのは見せてくれたかなとは思ってます。まあもちろんね今後それこそ G1 を勝って大きなスタリオン入りっていうのもね期待してしまうところですけれども、まあ少なくともその回収率的に見て最終的に本馬が仮に種馬入りっていうところまで考えるとしたら、まあ2億円は十分超えてくる可能性はあるかなと私は思っております。まあサートルナーリアとはねいろいろと立場違いますけど、出資馬が種馬入りした時の一口会員の方への還元っていうのは相当なものがねあったようですからね。まあこの血統があってもそのシーザリオの母系と比較するとね、さすがに日本では価格自体は落ちるとは思うんですけれども、でも何度も言うようですけれども間違いなく需要は
あるとある程度の値はつく可能性あるかなと予想しております。本当にね、この馬に出資されている方の話っていうのもね、これまでの話も、そして今後の話っていうのもね、聞いてみたいなと思っておりますね。皆さんは本馬にどういったね展望をお持ちでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。